こんにちは、ニールセレクトショップです。今日は10月13日に情報解禁された G-SHOCK の石川遼シグネチャーモデルと、11月7日に情報解禁された八村塁シグネチャーモデルをご紹介したいと思います。はじめにご紹介するのは石川遼シグネチャーモデルです。1983年の発売以来、飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウォッチ G-SHOCK からカシオ計算機所属、ダンスツアー世界最年少優勝、日本での最年少賞金王記録保持者のプロゴルファー石川遼選手のシグネチャーモデル第3弾です。ベースモデルは定番デジタルの DW5600、 カラーリングは半透明のブラックを基調としたシックな仕上げになっており、ケース部には常に全身の花言葉を持つガーベラの総柄を施しています。また裏蓋と文字盤、パッケージには石川選手の直筆サインがそれぞれ刻印印刷されたスペシャルなモデルです。ブラックスケルトンのクールなデザインは謙虚ながら強さを秘めた石川選手らしさが感じられ、ファッションアイテムとしても着用可能です。ぜひお早めにチェックしてくださいね。次にご紹介するのは八村塁シグネチャーモデルです。 NBA プロバスケットボールプレーヤー八村塁シグネチャーモデル第3弾のご紹介です。ベースモデルには1985年の発売から世界中で人気の DW6900 を採用。八村選手の生まれ故郷である富山県の海と空の間にそびえる雪の立山連峰のイメージをアイスブルーとホワイトのカラーリングで時計全体に表現しました。時計文字盤には立山連峰の等高線をデザインし、裏蓋には背番号8にちなんで作られた八村選手オリジナルロゴを刻印。 EL バックライトにもオリジナルロゴが浮かび上がるなど、対衝撃構造はもとよりエッジの効いたスポーティーかつ精巧なデザインに仕上げました。スポーティーでファッショナブルな八村選手のイメージにふさわしい端正なデザインです。石川遼シグネチャーモデルは現在ご予約可能。八村塁シグネチャーモデルは11月8日ご予約開始です。ご予約段階で売り切れる可能性がありますので、ぜひニールのページでお早めにチェックしてくださいね。ではまた新作をいち早くご紹介したいと思いますので、ニールチャンネルをチェックしてください。よろしければ高評価ボタンとコメントもお願いします。では次回さようなら。